チーズから一言。餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。おはようございます。今日は声マシかな。ちょっとマシかな。ちょっと言い合いたいけど、はい、こんな感じで朝スタート。シャーコちゃん、ちょっとまだ言い合いもかむかするけどね。はい、あールーちゃん、はい、ね、それときのこちゃん、それとみこ、え、ふんちゃんと誰だった、ふんちゃんとマイルドちゃん、はるちゃんかな。ここちょっとおしっこしたんかな、はるちゃんちゃうかなと思ったよ。ねえ、ルルちゃん、え、今何人、1、2、3、4、5、6やね。6やったかな、1、2、3、4、5、6ね。で、中太郎くん7。お、早速もうご飯全部取るな。なんだね、欲しかったな、中ちゃん、ご飯全部食べてんな。しちゃ、ね、朝はこんな感じ。素直ないい顔してます、ね。で、ひらりちゃん。ね。ルーちゃんも同じ見てます。もう普通に。ちょびちゃん、ちょびちゃん、なんやクズがんただこと。はい、きたろうちゃん、あ、サブコロちゃんまで出とんないやつ出てるかな。さっきこのエルマちゃんもよう出るんですよね、ここからね。エルマちゃん、エルマちゃん一旦戻してもいいけどね、ここばっかりおるから出たかと、ね、ご飯もね、そんな食べてるか確認できないから、一旦向こうにまた戻そうかな、みたいに思ってます。で、ここは行ってないね。やっぱりルパンの方かな。まず出たかもかんねあれ、これ誰、ランちゃんもいや、ルパンはどこ行ったんよ。ひょっとして出てる、ルパンがここにいてんよ。出てるかもかんね、ひょっとしたら。あ、トトちゃんさっき出てましたね。はい、スジちゃんとマロンちゃんと、はい、あ、ルパンここなんの、開いてんね、みんな開いてますね、はい、ルパンに、ルパンそこなんや。スジちゃんにマロンちゃんに、ほいで、あ、これなんかここ見てますね。ね、これで全員やね。ルパン何、そんなとこおんの今日は。なあ、スジちゃんも何、トイちゃん、トイちゃん、ね、こんな感じでちょっと切っとこうかな、ね、マロンちゃんも、はい。まあ今ちょっとここなんのね、風かなんかわからないけど流行ってみたいね、腸炎の。ちょっとポンさんも胃が痛いんですよ。まあ昨日はね、調べてもらったらね、5、6じゃなかったということでね、まあ、ね、熱が出るやったらまた、言うてきてください、言う中で。まあ昨日ポンさんもね、服脱いだ瞬間にね、あれ言われたんですよね、先生に。どないしたんされたんですか、その傷みたいなね、うん、思わず言いそうになりました。ド M なんですってね。いやいや、そんなこと言えんけどね、猫にね、傷、猫凍っててこうなったんですよということで、あ、そうですか言ってましたけどね。それは傷すごいからね、ポンさん。まあ一時のこと思ったら、右ちゃんのこと思ったらだいぶましたけどね、一時すごかったからね、傷は。これでも昨日も言われたからね、どないされてたんですかって、ね、服脱いでね、胸をし、あ、調べてもらうときね、まあ、そんな感じでね、はい。シャーチョちゃんお利口やん、あれこんなんやってる。シャーコちゃんほんま変わったな、お前。もうこんなんですよ、気持ちいいね。なあ、シャーコちゃん、こんな、うわ、こんな、よしよしよし、こんなんですよ、もう。よしよし、ほら、もう一つあれ
この子は変わったね。ほらシャークちゃんこんなんすよ。シャークまでまだこんなんなれんかったのに、なあ落ちるよなあ。よしよしよし、でシャークちゃんこんなんなあ、すごいな、立派やもん。あなたはもう飼い猫やもんな。はい、トトちゃんトトちゃんはまださっきも逃げとったね。はい、キノコちゃん、キノコちゃんもシューちゃんもね、あ逃げるね、まだね。はい、こんな感じで、ね、はい、ハルちゃん、はい、ルルちゃんね、おでね、で今キタロちゃん、おでここね、ここまで見せてなかったね。ミコゴちゃん、なんで歯やな、ミコゴちゃんね、よしよしよ。おで、ななちゃん、あ、ねねちゃん見てますね。ねねちゃん、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 かわいいかわいいね。ペッキンさんは、あなたは。まあ徐々にね外も出れるようになってね、まあ、オープンしてもいいんやけど、まだちょもうちょっと、ね、待ってくださいよ。ちょっとね勝手に開けられるからな、ダメですね。ねえ、ほんまに勝手に開けられるとダメですね。鍵してる意味はね、な今日はあれやね、ランちゃんがそう、まあ、さっきはそっちおったら大丈夫だと思うけどね。なんであんなところに隠れたかは分からんけどね。ミコちゃん、ミコちゃん、もっとでや、ルルちゃんみたい、ルルちゃん偉いや、あんなところで。ねねちゃんもでやな、終わった、ねねちゃん終わった、ねねちゃん何も壊ないよね。でね、お願いしておきます。はい、以上です。みぎちゃんから一言、僕たちの友達が道路で亡くなっていたらシャープ9910に連絡お願いします。